セルゲイ・プロコフィエフピアノ競争曲第5番と長調作品55は1932年に作曲された作品で事実上プロコフィエフ最後のピアノ競争曲になった。1932年10月31日作曲者自身のピアノとビルヘルムフルト・ベングラー式ベルリンフィルハーモニー還元、楽団という豪華な顔ぶれによってベルリンで上演された。プロコフィエフは 左手のためのピアノ競争曲第4番を書いた翌年に、ビルトヨーゾのために、両手のためのピアノ競争曲を作曲しようと決意し、作曲の筆を進ませた。口述のように、非伝統的な語学小性を取るため、プロコフィエフは当初は、ピアノと還元楽のための音楽と名付けていたが、後に、親友、ニコライ・ミアスコフスキーの説得により、現在の名称に落ち着いた。 フルートに、オーボエに、クラリネットに、ファゴットに、トランペットに、ホルンに、トロンボーンに、チューバ、ティンパに、バスドラム、スネアドラム、ピアノ、弦楽語部異例な語学章構成を取る。全曲を通じて20分から25分。アレグロコンブリオモデラートベイニアクセンチュアートトッカータ。アレグロコンフオーコラルゲットビーボ第一楽章から大。 三楽章までは同一の主題を中心に置いており、第一楽章と第三楽章は同じように始まる。これら前半三楽章はどれも主にリズムに魅力がある。第二楽章は軽やかなクリスサンドに始まり、舞曲風の主題を導入するが、その後はより広がりのある動きによって対比づけられる。その後、風変わりに結ばれる。 第一楽章の変形された再現である第三楽章で一見立派に曲が終わったかに思えたところで、ちょっとした驚きとともに第四楽章が始まる。作品中で最も長く、最も緩やかな楽章であり、英雄的な壮大な楽章で頂点に達する。修楽章は辛辣な曲章に始まるが、やがて伝統的とは言えないロクリア戦法を活用した。 より静質な雰囲気の曲奏に切り替わる。爆発的な音量で結びとなる。作曲家本人が長男曲といったにもかかわらず、この作品は、サンソン・フランソワとレナード・バーンスタインのアメリカデビューに使われた。溶接したディノ・チアーには、クラウディオ・アバドとの共演でこの曲を選んだ。その後、ミシェル・ベロフ、ジョン・ブラウニングといった名ピアニストの手で録音は、 行われたが、オーケストラのパートが至難なことから新録音は見送られた。プロコフィエフ生誕100年の頃に、白タテオによるナクソスの録音を契機として、再評価の機運が高まり、プロコフィエフ国際コンクールやリヒテル国際コンクールではこの作品が課題曲になった。近年では、エンリケラパスがプロコフィエフ国際コンクールのピアノ部門でこの作品を選び、 第3位を受賞した。ありがとうございます。